エブリワン、あなたの地球にミラとシーラピョンがやってきました。今日は BSD 通信の2回目です。オッケーウサギシーラピョンになって戻ってきました。昨日はちょっと普通の格好でやったんですけど、ちょっとあまりにもさ普通にやってもさ真面目になっちゃうから、ちょっとアホっぽい方がね、というか BSD ではその宇宙存在ミラからのいろんなアドバイスが来るんですけど、その一番大事なのがアホになることなんですよね。アホになるっていうのは頭を緩めてリラックスして、肩に力入ってない、もう本当に3歳児の無邪気な子供になるっていうことなんですね。その無垢な心、無邪気な、もう好き嫌いが激しいし、感情ももうもろ出し出しみたいなことがものすごい大事だっていうふうに言われてます。なので、今日からはちょっとシーラピョンに戻ってですね、オッケーウサギシーラピョンになって皆さんとお話ししたいと思います。今日はですね、ちょっとネガティブになるかもしれないけど、死にたいっていう願望についてお話ししたいと思います。2回目にしてちょっとディープだなって思うんですけど、結構今やっぱり世情が、二極化っていうんですかね、もう貧富の差も激しいし、意識の目覚めてる人と全然そういうことに興味がない人の差も激しいし、これ誤解のないように言っときますけど、どっちがいい悪いじゃないんですね。どっちも自分の深いところの潜在意識での選択なので、本当にどっちでもいいと思ってます。ただそういういろんな意味において、極と極が分かれている、陰と陽っていうふうに、ポジティブとネガティブっていうふうに分かれているのがすごく明確になってる気がするんですね。でそういう中において、体調不良とか、昨日も体調不良については話したんですけど、例えば死にたいっていう願望が出てる人も多いように見受けられます。私もねそういう気持ちがね本当に若い時からこう割とよく感じてしまう人でね、で死にたいっていう気持ちに対してはなんていうかな、ネガティブに捉えてないんですね。なぜならそれは本当に死んでしまいたいっていうよりも、この今の自我を消して新しい次元、この自我が弱まっている、自我っていうのはエゴですね、私はダメだとか、あの人に比べてこんなことできるわけないとか、やめとけよ自分は能力ないんやからとかっていうのは全部エゴの脳内の先に行かせないようにするための声ですよね。でそういうものが弱まって、本当にソース、宇宙意識、潜在意識とつながっている、そのソースはいつもできるよ、自分のやりたいことを応援してるよっていうのが、その潜在意識のソース、宇宙意識だと、私はね、これ私の捉え方なんですけど思ってるんですよね。でもエゴの声が強くなると、お前はダメだっていうふうにこう攻撃してくるわけなんですね。でそのエゴの声がもう死にたいっていうふうに思ってる、それがもう死んでしまいたいっていう、このエゴの声がきつすぎるから死んでしまいたいっていうふうに思うのであって、実はエゴをなんかもう死んでしまって、エゴが消えて生まれ直したいっていう望みの表れなんだと思うんです。なので皆さんね、もし死にたいと思う人がいたら、それは本当にこの肉体の死ではなく、エゴの死を望んでる、もっと新しい次元に行きたいんだなって思ってるんだっていうふうに捉えてみてください。そうするとね、ちょっと気持ちが楽になったりするんじゃないかなって思います。本当に死にたいと思ってると思うとね、どん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 ディープに入っていっちゃうんで、それは本当に死にたいんだけど、それはエゴが消えたい、そして愛の世界に行きたいっていう自分の望みだというふうに捉えてみてください。それで、その望みが出るっていうことがすっごく大事で、望みを出すことで現実ってそっちの方向に動いていくんですよね。なので皆さん、自分の中のほんの少しの望み、自分の本音に対してもうちょっと素直になってみてください。もしそれがドロドロしい欲望にまみれたものであったとしても、ネガティブなものであったとしても、一回そこに対して、心の中でいいので許可を出してあげてください。全てに対して許可を出すっていうのもアホになるのと同じような大事なことなんですね。アホと
許し、許可ですね。アホと許可、それめっちゃ大事ですね。で、今日その、まあ、死にたいっていうことに関連して言うと、なんでね、そういうことを強烈に思う人がいるかということについて考えてるんですけど、私ね、この配信を YouTube でしようと思ってるのは、多くのね、芸能界で活躍されているアーティストの人、俳優さんとかに届けたいと思ってこの YouTube を始めました。ちょっと YouTube でやるっていうのはね、いつもインスタでやってるから、インスタのライブ配信でやってるから、ちょっとなんか勝手が違って、ちょっとまだ緊張してるんですね。このうさぎ耳も、私は自分自身がアホになれっていうので、ちょっとうさぎ耳をつけてみたんですけど、芸能界でもね、最近たくさんの方が、亡くなられている現状の中で、私なんでそういうことが起こるんかなっていうふうに、一つの自分の中の仮説みたいなものがあってね、私は長年、皆さんご存知かどうかわからないんですけど、連続ドラマをずっと書いてきたんですね。ストロベリーナイトとか特命係長とか、デビューがはぐれでか純情派だったんですけど、もう本当に20年ぐらい1日の休みもなく365日18時間働き続けるみたいなことをやってきたんですね。で、その生き方を数年前に、この臆病な僕でも勇者になれた7つの教えを書いた時に変えたわけなんですけど、これは読むだけであなたが勇気を持てるので、もしよかったら読んでみてください。ちょっといきなり宣伝入りましたけど、その要するにね、私書くのが得意っていうかね、自分で言うのもないけど才能があるわけですよね。で、その才能がそこにこう何か特化してある人っていうのは、その時はソース、宇宙意識、潜在意識って言われるものとつながれるわけなんですよ。だからインスピレーションが降りてできる。だから歌を歌ってこう気持ちがよく歌えてる人はその時つながってるわけなんですね。俳優さんは演じてる時に自分自身のソース、高い意識とつながってる。で、そのね、一時でもつながることができる人って、そのつながれなくなった時の衝撃が他のいつもつながってない人よりもすっごいきついんですよ。それは私自身がなんでやろうと思ってね、書いてる時すっごいなんかこう快調なのに、幸せなのに、私生活がボロボロだったわけですよ。連ドラガンガン書いてる時は書けるけど、私生活は男性関係、恋愛関係がボロボロだったりとか、親子関係が本当に大変だったりとか、家族の問題がいろいろ起こってたんですね。で、それはその自分の中のそういうふうにソースの視点から、ソース意識からずれたところで問題って起こるんですね。で、例えばアーティストさんで歌を歌う時にはすっごいつながって歌えるけど、歌わない時にはエゴがうるさい、お前何しとるんや、才能ないやろほんまは、みたいなこと。でも歌うとつながるみたいな、そういうふうに、これも二極化ですね。つながっている状態とつながっていない状態を行ったり来たりしていることがやっぱり一番大変なんですよ。で、そういう人は何が起こってるかっていうと、このつながってる時は意識が内側に向いてるんですね。意識が内側、ちょっと意識をこう脳の後ろ側に向けて見てもらっていいですか。第三の目って言いますよね、ここのね、第三の目から後ろの消化体の方にずっと奥の方まで意識を向けてもらうと、なんかちょっと意識変わりませんか。それが内向いてる意識で、だから本当に歌歌ってすごく才能がある人とか、ダンスでも表現とか小説でもいいんですけど、何かそれだけじゃなくて掃除する時にすっごく自分とつながる人もいると思うし、その時は本当に自分自身の高い意識、潜在意識とつながってるわけなんですよね。でもそれがいきなり外に向く、あの人はどうや、この人変な目で私を見てる、あの人にバカにされたとか、外に意識を向けた途端人との比較競争が始まります。でね、こっちにつながってる、内側につながってる人ほど外に向いた時の煽りがすごいんですよ。つながってればつながってるほど外に向いた時にはぁってすごい繊細になるわけなんですね。っていうことを私は長いその作家生活の中である時気がついたんですよ。で、
私がやり始めたのは、あ、いつでもどんな時でも自分自身とつながっていよう、自分の高い意識ソースとつながっていようっていう実験を始めました。そこから生まれたのが BSD アーティスト養成講座なんですけど、その BSD アーティスト養成講座でトーラス瞑想っていうものが出来上がったんですね。で、そのトーラス瞑想についてもおいおい説明していきますけど、一番大事なのは意識を内側に向けているっていうことなんですね。ニュースを見るときに、あ、ニュースにこう意識が行くし、誰かがこうなんか不安な話したら意識が外行くじゃないですか。でこれすごくトリッキーなのが、みんながうわーって湧いたりとか楽しいっていう時も実は意識がすごく外向いてたりするんですよね。あの意識を内側に向けた楽しみ方と外に向いた楽しみ方は全然違うんですよ。でも何度も言うように、その意識を外に向けた生き方が悪いっていうことではないです。ただもしもすごくしんどいなとか、人と比べて自分はダメだっていつも思ってるなとか、夢があるのにチャレンジの一歩を踏み出せないなって思っている人は、もしかしたら意識が外に向きすぎている、人にどう思われるかに考えすぎてる、それともよく使うのがお金がないってことですね。お金がなくなるかもしれないっていうのも意識が強烈に外を向いてる、自分の苦手分野で意識が外に向くんですね。で私はその恋愛関係で意識が外に向いてたから、結構男性との恋愛のトラブルがあったんですよ。で意識が内向いて、あの多分恋愛してる人ってそんなに恋愛大事じゃないっていうか、あ、どうせ愛されてるしっていう感覚でいられると思うんですね。でその余裕があるからモテるみたいなことが起きると思ってるんで、あの皆さんもし何かその問題のある分野があるとしたら、そこでの自分の意識の使い方を見てみてください。きっとね、外に向いてます。そしてもしこれをご覧になっている、芸能界やアーティストの才能っていう部分でお仕事をされている方は、その、表現手段以外の私生活の部分で外に意識が向いてないかっていうことをちょっと改めて見てみてください。私はやっぱりあの一緒にお仕事をした方が、まあ、お名前は出しませんけど、あの亡くなってものすごい心が痛みましたというか悲しみました。また仕事したいなと思ってる本当に才能のあふれた俳優さんたちだったので、本当にね一緒に仕事した人が多かったんですよ。なので、その方たちに、それただ意識が外向いてるだけだから意識内向けたらええんやでっていうことをほんまにもっと早くなんか伝えたかったなって思ってて、このメッセージが多くの人に伝わったらいいなと思って配信をしています。というわけで今日はあの死にたい願望がなぜ起こるのかっていうことについて、お話ししました。あの普段その才能を使ってお仕事されてる人ほどこのトリックに陥りやすいと思うので、その才能を殺さないためにも、そうなんでねこのことに気づいたかっていうと、私ねバン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 連ドラ書いてる時、ある時までかけたんですよね。でも、ゴールデンの初めてゴールデンの連ドラのメインライターに、抜擢された時に新人でいきなりかけなくなったんですよ。で何が違うんだろうっていうふうに研究した結果、あ、今までは楽しい楽しいって書いてたのが、連ドラでメインで一人でやるんだってなった途端、プロデューサーは何を求めてるのかな、みんな私よりもすごい先輩方にどうやったら勝てるのかなっていうふうに外に意識が向いちゃったんですね。でその時に何をしたらよかったのかっていうと、ああもうどうでもいいわ、人にどう思われても、私は何が書きたいか、自分の喜びの中で書けるものを書こう、これだけなんですよ。この意識の使い方で抜けられたんですね。でそれが分かってからはね、もうそういうなんか外に意識を向けて苦労するっていうことが本当になくなりました、うん、だからもうこのことをちょっと皆さん参考にしていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。次回はですね、現実創造の方法の中でも一番、大切な要素、ウェルビーイングとボルテックスというものについてお話ししたいと思います。ウェルビーイングとボルテックス、その説明は多分、
編集の山原ちゃんが乗っけてくれるかなって思ってますというわけで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 BSD 通信はミラとシーラピョンがお送りしました。 Enjoy!